さつまいものおやつ。5分ほど水にさらす。レンチ。スキムミルク余ってたので入れてみる。蜂蜜とバター。こっちは砂糖、バニラエッセンス、お塩、砂糖、片栗粉、バターで焼きます。角切りの方はバターと砂糖で炒めます。良い色。完成。さつまいもの芋餅。さつまいもおやつ。うま。食べた貢献に行ったら寝てた。メロンパントースト。前回マーガリンで失敗したので今回はちゃんとバター使います。まとまらない。手でこねます。伸ばして。格子状に切って。グラニュー糖。焼きます。焼き色つかなかったのでホイルかぶせてもう少し焼きます。良い色。メロンパントースト。少し冷ましたらカリカリに。うま。ツナ缶が余ってるのでツナコーントーストを作ります。冷凍コーンレンジで解凍します。水分取ります。ツナ缶半分、チーズ、マヨネーズ、塩コショウして混ぜ混ぜ。めんつゆ、ブラックペッパー、フライドオニオン、追いチーズ。トースターで焼きます。ツナコーントースト。興味なし。美味しそう。あふれる。うま。冷凍唐揚げのホットサンド。温めて切る。マヨネーズ。目玉焼き作ります。オーロラソースにします。塩コショウとソース。マーガリン、千切りキャベツ、目玉焼き、ブラックペッパー、ケチャップ。唐揚げのせます。とろけるチーズ、オリーブオイル。両面焼きます。パカ。美味しそう。冷凍唐揚げのホットサンド。太るぞ。うま。お湯にあったチョコでトースト。マーガリン塗りって。チョコのせます。並べてトースターへ。マシュマロ入り。チョコトースト。冬毛終了かな。絶対美味しいやつ。うま。